ナンバーアンダーライン愛の魅力爆発。モンジョエが語る平野翔、神宮寺勇太、ガン勇太の才能炎、モンジョエインタビュー、ナンバーアンダーライン愛は世界を狙える。ゴート INZM、作曲家が断言する彼らの強みとは。ナンバーアンダーライン愛の冒頭や INZM の曲作りを担ったモンジョエが語る平野翔、神宮寺勇太、ガン勇太のバランスと可能性。本誌8月20分の13日号特集、世界に挑戦する日本エンタメに登場したナンバーアンダーライン愛、平野翔、神宮寺勇太、ガン勇太のデビュー曲、ゴートの曲作りを担ったのは、ロックバンド、ダツのボーカルのモンジョエ、モンジョーだ。ナンバーアンダーライン愛が9月23日に初のフルアルバム、ノーアイナンバーワンをリリースするのに先立ち、8月19日に先行配信を開始したリードトラック、INZM、稲妻の作曲陣にも加わっている。作詞作曲や楽曲プロデュース、DJ など多彩な活動を行うモンジョエに、ナンバーアンダーライン愛との楽曲作りや彼らの魅力についてジャーナリストの田沢 A が聞いた。どういった経緯で、ゴートを提供することに。アーティストの次回リリースのためにこういう楽曲を集めているといった、いわゆるコンペシートと呼ばれるものが、作家事務所やプロデューサーなどレコード会社につながりのあるところに定期的に回るんです。実は今回の経緯もそれで、とあるアーティストのデビュー曲、世界で勝負できるヒップホップという内容のコンペシートがあり、そこにデモ楽曲を提出したのがきっかけです。いくつか複数曲を提出した中から、平野くんが普段ダンスの練習で使っている曲に雰囲気が似ているからハマるかもしれないという感じで1曲が選ばれました。ただ楽曲のアレンジに関しては、初稿から大きく変わっています。というのも、完成したゴートの形にたどり着くまでに、何回かナンバーアンダーライン愛側から戻しがあったからです。キャッチーな要素も楽曲の中に少しは入れないとファンの人たちがついてこないのではという懸念が当初、僕ら制作チームにはあったので、何が最適解なのかを探りながら進んでいった記憶があります。覚えやすい歌メロが入ったもの、ラップだけで攻めるものといろんなパターンがある中で、ラップだけで勝負したいというアーティスト本人たちの強い意志があり、それは僕らにとってもすごく意外なことでした。冒頭はオットフートワークスのラッパーヒコリ・デコリーさんとファイブニューオールドのベーシストシュン・シュンさんとの共同クレジットですが、どういう役割分担なのでしょう。トラックの部分に関しては僕とシュンさんでコライト共同執筆なんですが、セッションをしながら同時にいろいろと組み立てていった形です。ラップに関しては、僕がアーティスト時代にライブハウスで知り合った友達でもあるピコリに依頼しました。日本語、ラップとポップスと世界的なヒップホップの流れを全部組み込んでバランスよく作るのは彼だろうというのが僕の中にあったので、彼が適任かと思ったんです。それでシュンさんとも話し合って、ピコリにぜひ入ってもらおうとなりました。メンバーからはどんなリアクションが。ラップのフロー、ふわりに関してなど、たくさんのリクエストをもらい、都度楽曲の改良を重ねました。例えば、デモ段階ではラップの口数がもっと多かったんですが、フック、サビをもっとシンプルなものにしたいというリクエストがあって、再構築した経緯があります。彼らからたくさんの戻しがあり、試行錯誤する中で、一度会わないとまとまらないという話になり、納期ギリギリに都内のスタジオで集まったのが、初めて彼らに直接会ったタイミングでしたね。僕もシュン君もピコリもいて、そこでみんなが納得する形で曲が完成しました。その時は随分遅い時間までやりましたね。帰る時、終電がなかったことは覚えています。笑い。冒頭はどんな反響があると予想していましたか。正直、相当怖かったですね。まず今までの彼らのイメージとは全く違う曲だから、ナンバーアンダーライン愛をダメにしたやつみたいな感じで見られたらどうしよう、と。あとは、ナンバーアンダーライン愛の新曲は誰がプロデュースするのかを予想してるネット記事を読んだりもして、これを俺が出しちゃって大丈夫かな、といった心配みたいなものもあったんです。でも、最高の曲に仕上げることしか考えていなかったし、それができた曲だったので、堂々としていればいいと自分自身を落ち着かせてました。アーティストとしての3人の魅力はどんなところにあると思いますか。本当に3人ともバランスがいいなと思います。彼らはよく天然キャラみたいな感じで言われるし、
僕らもそういう面を感じる時もありますが、でもやっぱり本当にしっかりと考えているし、とにかく音楽に対してすごく真面目に取り組んでいるんです。例えば平野くんで言うと、彼はこういう絵が思い浮かぶんですと音だけではなく、その先のビジュアルとかどうブランディングしていくかみたいなところまで直感的なイメージを持っていて、それを彼なりの伝え方で伝えてくれます。僕らはそれをうまく言語化しようと頑張るみたいな、そんなコンビネーションです。岸くんだったら普段のコミュニケーションから今バラエティ番組に出てるのみたいなテンションですごく面白いんですけど、でもものすごく真面目な部分があって、一つ好きなものができたらそれにコツコツ打ち込んじゃう。スキルを含めて音楽的な幅がとても広いと感じますね。神宮寺くんはうまく二人の橋渡し役になっている印象がありますが、うまくバランスを保てているのは仁君がいるおかげだな。どっちの話もうまく聞いて、その上で自分の意見を言って、そのバランスがグループとしての魅力になっていて、それは音にも出ているんじゃないかなって思いますね。冒頭では平野くんがクールな声、岸くんがちょっとぶっ飛んだクレイジーな声、そして仁君ももちろんかっこいいんですけど、どちちも支えるようなポジション、音的にもすごくバランスがいいんですよ。だからデモを聴いただけだったら、例えばピコリの歌メロやラップだけだったら凡庸かなって思う曲だったとしても、あの3人がそれぞれ歌割りを決めて歌うとすごくいい曲になる、そういうマジックがあるんです。それは自分たちの強みとして彼らも自覚していると思います。それとボーイズグループ戦国時代の中で彼らしかやっていないことが一つあって、それはお笑いなんですよ。多分今お笑いのエッセンスがあるグループって他にない。ボンのミュージックビデオでコントのようにタライが落ちてくる場面がありますが、お笑いという日本の文化的要素を表現できるのはナンバーアンダーライン愛しかいないって思います。セカンドアルバムからプロデュース生を始めて、例えば平野さんはボンについてどういうことを伝えてきましたか。まず盆栽っていうテーマで曲を作りたいんですっていうことからです。なぜかと聞いたら、最近植物が好きで盆栽に興味があって、盆栽は100年何百年とかけてあの形になるもので、僕たちもファンに支えられて成長する、そういうことを表現したいという思いを伝えられたんですよね。ただじゃあそのままはの要素を入れようというのは安直な表現になりかねないので、そこをどういやらしくない形で表現するかが課題だよねといったディスカッションをしました。海外の人から見ても日本の人から見てもクールなものにしなきゃいけないという使命感は発注を受けた時からありました。今後のナンバーアンダーライン愛はいろいろなジャンルを取り入れながら曲を作っていくことになりそう。僕の理想としては、彼らには彼らにしかできないもの、日本初のオリジナルのものを生み出してほしい。だからデモを聴いただけだったら、例えばピコリの歌メロやラップだけだったら凡庸かなって思う曲だったとしても、あの3人がそれぞれ歌割りを決めて歌うとすごくいい曲になる、そういうマジックがあるんです。それは自分たちの強みとして、彼らも自覚していると思います。それとボーイズグループ戦国時代の中で彼らしかやっていないことが一つあって、それはお笑いなんですよ。多分今お笑いのエッセンスがあるグループって他にない。ボンのミュージックビデオでコントのようにタライが落ちてくる場面がありますが、お笑いという日本の文化的要素を表現できるのはナンバーアンダーライン愛しかいないって思います。セカンドアルバムからプロデュース生を始めて、例えば平野さんはボンについてどういうことを伝えてきましたか。まず盆栽っていうテーマで曲を作りたいんですっていうことからです。なぜかと聞いたら、最近植物が好きで盆栽に興味があって、盆栽は100年何百年とかけてあの形になるもので、僕たちもファンに支えられて成長する、そういうことを表現したいという思いを伝えられたんですよね。ただじゃあそのままはの要素を入れようというのは安直な表現になりかねないので、そこをどういやらしくない形で表現するかが課題だよねといったディスカッションをしました。海外の人から見ても日本の人から見てもクールなものにしなきゃいけないという使命感は発注を受けた時からありました。今後のナンバーアンダーライン愛はいろいろなジャンルを取り入れながら曲を作っていくことになりそう。僕の理想としては
彼らには彼らにしかできないもの、日本初のオリジナルのものを生み出してほしい。これから日本がグローバルアーティストを輩出するのは可能だと思いますか？可能だと思います。僕は小学生の頃アメリカに住んでいたんですけど、友達はほぼ全員遊戯王カードをやっていました。海外にアニメファンはたくさんいて、大部分の人がポケモンやワンピースを見て育っている。それにのめり込んでしまう人はちょっとダサいやつみたいな感じで捉えられていたが、でも今はむしろちょっとナードオタクなやつがイケてるっていう風潮になっているんですよね。日本のカルチャーに対する見方がダサいじゃなくて一番イケてるぐらいになっている。韓国に行ってもそう思いますし、先日スウェーデンに行った時は会うミュージシャン全員が日本のアニメを通っていて、ワンピースの最新刊読んだみたいな話をしている。みんな日本のカルチャーが大好きなんだよって感じでした。それに気づいていないのは僕ら日本人なんじゃないかな。だからもっと自信を持てばグローバルアーティストとして日の目を見るのは可能なのかな。むしろ今こそがいいタイミングなんじゃないかなと思いますね。もちろん BTS やブラックピンクが成し遂げたようにアメリカのスタイルでアメリカのマーケットを狙うのも面白かったと思う。アジア人がアメリカのスタイルでやってもうまくいかないというイメージを覆したのはそれだけですごいことだったと思います。次はローカリズムをいかにグローバルまで成長させられるかが一つの見せどころになってくるんじゃないかなっていうのが僕の読みですね。その意味でナンバーアンダーライン愛にはめちゃくちゃ可能性を感じています。